2005年の人気ドラマ、電車男、フジテレビ系のヒロインエルメス役で一世を風靡した伊藤美咲44が、1年ぶりに地上波テレビに登場する。18日放送の、突然ですが占ってもいいですか？フジテレビ系への出演を告知したインスタグラムには、40代になっても変わらない伊藤のオフショットが公開されている。伊藤は人気絶頂の9年11月に大手パチンコ機器メーカー社長と結婚。10年6月に第1子となる長女、15年には第2子となる長男、そして18年には第3子となる次女を出産している。長女を出産後は、しばらく育児に専念していましたが14年5月頃から芸能界に復帰しました。芸能活動といってもファッション誌や自身のブログなどが中心で、あくまで子供のことを一番に考えて家庭優先というスタンスは変わりません。次女をハワイで出産すると、その後もハワイで暮らし日本と行き来しながら芸能活動を続けています。女性指揮者、芸能活動以外でも伊藤が注目を集めるのは、神田うのら、セレブママ、たちとの交流だ。特に、うの一家とは夫同士が同業者でもあり家族ぐるみのお付き合いが多いという。伊藤は長男を出産後に都内の高級住宅街の新居に引っ越しています。土地建物合わせて10億円とも言われるこの豪邸は夫の父親から後継ぎになる男の子が誕生したお祝いとして贈られたものだといいます。彼女はこの新居でママ友を呼んでホームパーティーを開くなど、まさにセレブそのものの暮らしぶりです。当然、だが、18年にはそんな豪邸から子供たちと一緒にハワイへ移住したことで、一部では夫の浮気疑惑や離婚の危機も伝えられた。伊藤の夫は外の出張で家を空けることも多く、家族揃って過ごせるのは月に数日もないそうです。ただ夫婦仲は悪くなく、お互いに仕事は仕事と割り切っている。彼女はハワイでも、ワイキキ最大の複合施設、ロイヤルハワイアンセンターのアンバサダーに就任するなど積極的に活動をしていますしね、芸能ジャーナリスト。